長岡赤十字病院は、新潟県長岡市に所在する病院である。通称、日赤病院。新潟県中越地方の中核的な病院の一つで、あり、新潟県中越地震、新潟県中越沖地震では、日本赤十字社級ご飯の活動拠点となった。重症病床として、集中治療室、新生児集中治療室、参加集中治療室を備える。 最新の情報は公式ホームページを参照されたい。当院は昭和末期から開発が進められた品野川左岸の旧河川敷に位置しており、隣接してショッピングモール、リバーサイド千秋が立地するほか、長岡リリックホールや新潟県立近代美術館、ハイブ、長岡などの文化施設を内包する、先週ヶ原ふるさとの森が近隣に位置する。右下の白い塔が、 モニュメント正面ロータリーには白い塔のモニュメントが置かれているが、これはグラフィックデザイナーの亀倉優作によって制作された。亀倉は長岡赤十字病院が竣工する直前、1997年5月に成去。このモニュメントは亀倉の遺作となった。市街地を向いて設置ヘリポートのある品の川沿いの歩道脇には、 長岡赤十字病院の設立に尽力した当地の侍、三島奥次郎の銅像が設置されている。ありがとうございます。